アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。売り込まずに売るっていうね、こ、えと、ー、よく使われることが多いですけど、なんでそういう言葉が使われるかっていうと、まあ、販売者にとってね、とても魅力的な言葉だからです。で、まあ、できればですね 人間っていうのはやっぱり嫌われたくないわけですよね。売り込みをしてくる人、ご利用しとかね、押し売りしてくる人ってやっぱり嫌じゃないですか。だからできれば、そういうね、えー、嫌われずに、でも商品も、ね、買ってほしいみたいな、まあ、そういう心理があるからこそ、売り込まずに売れるっていう言葉がすごく刺さるわけです。でも、そういうふうにね、えー、考えるっていうのは、要するに今まで売り込みをして、ね、嫌われた経験があるとか、 あるいは自分が売り込まれて嫌だったっていうね、そういう経験があるからそう感じるわけですね。まあ多くの人、まあ僕も含めそうですけど、ね、そういうセールスとか売り込みとかに対して嫌なイメージを持っていた人って多いと思うんですよ。だから自分が売り手になるときは、このセールスっていうものに対しての定義を変えていかないと、セールスイコール悪いことだとかね、セールスマンイコールなんか、ね、嫌な人とか、そういうイメージを持ってると、自分がいざ商品を売るときにね、 まあすごく心の抵抗が出てしまうので、そこの辺の価値観もね、変えていく必要があります。で、この売り込まずに売るっていうのはどういうことかですけど、このセールスをしたらじゃあそれ売り込みなのかってことをまず考えないといけないわけですね。セールスってのは要するに何か商品を販売することですよ。商品を販売することですけど、商品を販売したら売り込みになるのかってうと、そういうわけではないですね。みんなこの、 何かを販売することは悪いことだっていうふうに考えているかもしれないんですけど、それは状況によるんですよ。なんでそれが良くないことなのかっていうのは、相手が別に必要としてないのに、無理やり売りつけるから嫌がられるわけですね。むしろ相手が求めてるんであれば、喜ばれるわけですよ。まさにそういうの探してましたみたいな。だからタイミングがすごい重要なわけですね。 相手が別にいらないと思っているタイミングで売るから嫌われる、逃げられるわけだって、相手が求めているタイミングに売れば、全然そんな印象は持たれないわけですよ。むしろ、ああ、良かったっていうね、ふうに思われるわけですね。僕もこれ収録してる段階、今2024年の11月ですけど、まあ10月にね、また新しいプログラムを立ち上げて、まあ、こうね、01からスタートして、3ヶ月間でそのビジネスでね、戦っていけるだけのスキルを身につけるみたいな、 まあそういうプログラムをね、始めたんですけど、まあそこの参加者の方もね、言っていて、一人でやっててね、どうしてももうこれ以上ね、もう行き詰まっていて、そういうまあ伴奏型のものを探していてちょうどよかったですみたいな風にね、まあ言ってた人がいたんで、やっぱりそういう風に相手がもうね、こういうのが欲しいなって思っているときに、いいタイミングで出すことができれば、むしろ喜んで買ってくれるわけですよ。だからセールスそのものが売り込みなんじゃなくて、 不適切なタイミングで売る、不適切な人に売るから売り込みだっていうふうに思われるわけです。じゃあどういうふうにすればいいのかっていうと、相手が、ね、必要だと思うタイミングで買ってもらうってことですね。だから相手がこういうもの欲しいなって思ったタイミングに売れば、まあ、当然買ってもらえる確率は高くなるし、そこに対して一切不満も感じないわけですよ。ああ、売り込まれたっていう印象も持たれなくなるわけですね。 でもそのタイミングをコントロールするのって難しいじゃないですか。当然人によっても変わってくるしね。A さんはこのタイミングだけど B さんはこのタイミングみたいな感じで、人によってバラバラなんで、絶対このタイミングにこうすべきだってものは、まあ、100%コントロールはできないんですけど、でもある程度ですね、そういう状況を作り出すってことはできるわけですね。それはどういうふうにやっていくのかっていうと、まあ、とにかく待つことですよ。相手がそういう状態になるのを待つってことです。要するに、 なんでね、商品が売れないのか、みんなマーケティングがうまくいかないのかっていうと、そういう、そのタイミング、その状態になる前に、そういう何か、まあ、アクションを起こしてしまうからですね。例えば、まだ知り合って間もない人にね、いきなりメルマガ登録してくださいとかって言っても、まあ、しないわけじゃないですか。でも、それの人がこうずっと日常的に自分の発信を見てくれていて、ある程度ね、あこの人いいなって思ってくれたタイミングでメルマガ登録してくださいって言ったら、登録する確率は高くなりますよね。 だからそういうコールトゥアクションをかけるにしても、いきなり出会ってすぐとかね、毎回その、例えば、ポッドキャストだったエピソードの中でメルマがやってるんで登録してくださいって毎回言ってても、初めて聞いた人からしたら何にも登録したいと思わないわけですよ。むしろ、ああ、なんかメルマが登録したらなんか、ね、そういう告知とか売り込みが来るのかなみたいな、そういうふうに思われてしまったりとかするんで、そういうふうにね、しないってことですね。とにかく待つ。 相手が自発的に来るような状況を作っておくっていうことが大事になるわけです。じゃあ、それどういうふうに作っていけばいいのかっていうと、まさにこういうね、ポッドキャストとかがまあそれに適しているわけです。とにかく価値提供して、あ、この人いいな、この人いいなって思っといてもらうってことです。で、こう、いざ困った時にですね、あ、この人だったら自分のこと助けてくれるかもしれないなとかね、何かこういうことやりたいと思ったらもうこの人にお願いしようって決めといてくれるわけですよ。だから、 以前ね、この前回のね、コミュニティのその集まりで、その参加者のね、まあコミュニティのメンバーの人が言ってたんですけど、その人もずっとポッドキャストをやっていて、で、まあなんかこうね、イベントというか個別相談だったかな、なんか無料でやりますみたいな感じでやったときに、そこに来た人が、実はこういうことやりたいと思っていて、ね、〇、え、〇、ー、さんにお願いしたいんですっていうふうに相手の方から言ってきたっていうふうにね、言ってたんで。 もちろんその無料相談は一切売り込みはしませんよみたいな触れ込みをしてたんで、まあ、その人自身は何かをね、売るつもりはなかったんですけど、参加者の人の方からですね、実はこういうことをやりたいと思って言って、まるさんにお願いしたいんですっていうふうにまあ言ってきたわけですね。んかそういうような状況が作れるわけです。待ってると。でもそれを変に、ね、こっちからこうどんどん消しかけて、ね、こういうのありますけどどうですかって言ったら逃げられてたかもしれないですね。だからそういう状況を作っておく。だから困った時に、 ね、何か例えばウェブマーケティングをお願いするのはアポロさんみたいな感じね、いつか困ったらあの人にお願いしようとかっていうふうに、まあ、思っといてくれたら、ね、来るわけですよ、相手のそのタイミングになった時に、あ、もうダメだと、一人でやってもこれ無理だわって思ったらあ、じゃああの人にお願いすればね、なんとか解決してくれるかもしれないって思ってくれたら、そのタイミングで来るんですね。で、それっていうのはもう売り込みにならないわけじゃないですか、もう相手の方からお願いしますっていうふうに来てるわけだ。 だから、ね、そのタイミングでた例えば自分がこういう商品ありますよ、どうですかみたいな風にね、案内しても、あ、喜んで買います、みたいな感じで買ってくれるわけです。だからもちろんそういうテクニックとかを使えば、ね、こう相手の心理をうまく誘導して何かを買わせるみたいな、ね、ことはできるんですけど、買わせるのだと結局まあ不満が残ったりとかね、クレームにつながったりとか、まあ、満足してもらえないとかね、っていうのがあるわけですよ。 だからいかにこの自発的にね、相手にね、えー、自分から買いたいっていう状況を作っていくのかっていうのがすごく、まあ、大事になってくるわけですし、そのためにはとにかく、まあ、ひたすら与えて待ってるしかないわけですよね。だって、どのタイミングで来るかっていうのは人によって違うわけだから。だから勝手に来るんだったら、それぞれ適切,適切なタイミングで来てくれるわけじゃないですか。だけど、そういうね、えー、なんかセールス、まあ、コールトアクションとかね、やってたら、 タイミングがババラバラだからってななると、相手のタイミングで来れない。だからもうちょっと待ってたら相手が自発的に来たかもしれないけどタイミングを誤ったが上に逃げられて嫌われてしまうみたいなことがあるんだればそれは非常にもったいないわけですね。だからこういうポッドキャストとかで日常的にね価値提供して信頼構築をしておけばあ本当に困ったらもう私は丸○さんにお願いしようっていう風に。 まあ思ってくれるんで。で、そのタイミングで来てくれるから、相手の方から。なんかメール送ってきたりとかね。今実際困っててコンサルしてもら,もらえませんかとかね。っていうふうに来たりするわけですよ。そうしたらいいですよっていうだけで売れるから、売り込みにならないですし。仮にそういう形じゃなかったとしても、その人がメールマガン登録して、実はこういうね、今度こういうプログラム始めるんですけど、どうですかみたいなふうに言ったら、あ、ちょうどいいタイミングでね、そういうのがあったじゃあ、ね、参加してみようみたいなふうに、 まあ思ってもらいたいとか、ね、すす。るわけですだからセールスそのものが売り込みなんじゃなくて必要じゃないと思っている人に何かを売るから売り込みになるわけです。欲しいと思っている人はむしろ喜んで買うから人間っていうのはこの商品を買うとかねお金を使って何か物を買うっていうのは好きなんですよ。だけど買わされるのが嫌いなだけなんでなのでそこをね、まあ、間違えないというかセールスそのものが悪いっていう ものではないので、そこのこ定義づけというかね、考え方を変えていかないと、売れるようにならない。で、そういう相手から自発的に動いて、ね、買いたいっていう状況を作るのは、このポッドキャストはすごい、まあ、やりやすい。日常的に、習慣的にね、自分の発信を聞いてくれて、信頼もためやすいんで、さっき言ったみたいな、〇〇で困ったら〇〇さんにお願いしようみたいな風に、まあ、考えてもらいやすくなるんで、だからとにかく日常的にね、このポッドキャスト、時間はかかりますけど、 じわじわとね、ご信頼構築をしていくってことが大事です。